イソフルランとは、ハロゲン,ンカエーテル系の吸入麻酔薬の一つである。商品名フォーレン、常温では、不燃性の液体であり、塩フルランの構造異性体である。光学活性中心を一つ持つが、高学分割はせずに、ラセみたいで用いられる。中枢神経の抑制、呼吸抑制、血圧低下、筋弛緩などの薬理作用があり、痙攣誘発作用は持たない。 長時間投与でも肝毒性や腎毒性を示さないため肝疾患や腎疾患を持つ動物に対しても使用することができる人では肝、胆動疾患や腎機能障害を持つ患者には身長投与とされている脳保護作用が強い過去に悪性高熱を示した動物あるいは悪性高熱を後発する動物での使用は禁忌である人ではセボフルランやデスフルラン 静脈注射薬のプロポフォールにとって変わられてきているが、獣医学領域では今も引用されている。イソフルランは常に空気及び、または純酸素と混合して用いられる。アサンカチ素と併用されることも多い。その物性からハロタンに比べて効果発現が早いが、呼吸器系への刺激性があるのでその利点は、相殺される。通常、チオペンタール、または、 プロポフォールでの麻酔導入後の維持に用いられる。室温では液体であるが容易に蒸発する。風筆水薬品モデルリストに収載されている。メトキシフルランにおける腎障害やハロタンによる肝障害といった特徴的な副作用は知られていないとされる。一が洋弱動物実験モデルにおいては、ケタミンとイソフルランを使用すると著名な神経変性が発生するとの懸念がある。 神経変性のリスクは、ミタゾラム等のベンゾジアゼピンや、アサンカチソと併用すると上昇する。重大な副作用に、悪性高熱、呼吸抑制、ショック、アナフィラキシー、肝炎、肝機能障害、QT 延長、心室頻拍、心室細動、完全防止ブロック、心停止がある。0.1から5%未満に、不整脈、血圧変動、ST 低下、 心電図異常、肝機能異常、AST 上昇、ALT 上昇、悪心、嘔吐、心腺、頭痛が発生する、イソフルラン投与と術後認知機能障害の関連性が特に高齢者において懸念されている。人はイオ細胞をイソフルランに暴露すると、アポトーシスの誘導とアミロイド β の蓄積と凝集が認められ、パクドの原因の一部となり得ると思われたが、 全体像は不明である。研究はインビトロで実施されており、これらの知見を麻酔の安全性向上に結びつけるためには、さらなるインビボの実験が必要である。動物実験では、イソフルランで麻酔したアルツハイマウスの記憶障害は、ガバーアルファ5サブユニットの逆作動薬である L-6555708 の全投与で防止可能であった。 人のパク度を防止できるか否かは不明である。最新鋭の核実器共鳴文工法を応用した生物物理学的研究で吸入麻酔薬がアミロイド β の3つのアミノ酸残器と相互作用し凝集を促進することが判明した。この領域は一般に使用される吸入麻酔薬の一部が脳に損傷を与え、アルツハイマー病の発生を加速させる可能性があるので重要であるとされる。 他の多くの麻酔薬同様、作用基準は明確には分かっていない。イソフルランは、疼痛域値を上昇させ、骨格筋を主観させる。ニューロンレベルにおいて、イソフルランは抑制性の受容体である側、受容体を活性化し、興奮性の受容体であるニコチン性アセチルコリン、受容体を抑制する一方で、ムラガタグルタミン酸受容体に対する作用はあまり、ないことが知られている。 イソフルランは活性化カリウムチャンネルでの電導を阻害する。また、細胞膜の流動性を増加させることで、カルシウム ATP、アーゼを活性化する。これは ATP 合成酵素及びなどデヒドロゲナーゼの D サブユニットに結合する。イソフルランの大気中での平均寿命は3.2年である。その地球温暖化係数は510であり。 年間排出量上限は880トンである。ありがとうございます。